どうも、ヤンフケです。モモドラ月下のレクエムの実況プレイです。ここね、来れた。これ多分、これ解放したってことだな。なんか、ここ通れました。で、正直モードの指輪の、がようやくわかりました。ポンって音、部屋に入った時にポンって音がするみたい。なんかこう、ね、その部屋に何かある時はね、ようやくわかりました。これ、助けどうなるんだろう。あ、奥さん探してんだ。なるほど。私たち二人はもうずいぶん前に死んでるんですよ。でも、死者はこの世界に足を踏み入れているのです。話していないことはまだたくさんありますね。私は彼女と再会してこの街から逃げようと思ってます。あなたの着てるその服、この地方のものではありませんね。そうでしょう。あれ、なんか、知り合いってわけじゃなかったのかな。この街では誰しても不用意に出歩いてはいけません。私はもう少しここにいます。お気をつけて。この人も、あ、待って、ちょっと待って。そこにバグがあるな。でも、あの地形越えられないんだよな。さあ、じゃあ今回は、前回入手した鍵で開けられる扉を探そう。ここじゃないか。やっぱり、よし。ここは例の庭園ですね。じゃあ探索やりますか。この下とか行けないか。なんか通路がありそうな気もしないでもなかったが、とりあえずあれ、ちょっと待って、いや、その右行けるはずだ。あ、なんだ、こうなってたのか。なるほど。そこ下にやっぱりアイテムがあるってことだな。あそこね、通れないんだよな。なんかでも、アクションが増えれば、スライディングとかさ、その手の、あ、これできた。そういうものがあれば、いけると思うんだ。右に行くか左に行くかみたいな。とりあえず下にも行けるか。結構複雑ですね。なんかこう、上に行っている。あ、人がいる。あ、さっき会った人ですかね、もしかして。奥さん探してるって言ってましたもんね。さっき助けた人って言えばいいのか。あ、これはエレベーターだ。なるほど。ちょっとマップ見るか。こうなってるんだね。上に行くと、ちょっと待って、それはなんだ？レバーがあった。上に行くとあれだ、前回行ったところに行くんじゃないか。ここだ。さっきのレバー見たの気になるよな。あの石溶かすみたいな、そういうアクションあるんですかね。ないか。どうなんだろうね。この上に行くと、以前取ったことがあるエリアに行くんじゃない？やはり。そうだね。あ、これで進めるようになるのか。なるほどな。さあ、じゃあ戻って探索を続行する。あ、人がいる。何かお探しですか。街の一部が呪いの影響を受けていることは、もう気づいてるかもしれないね。特にこの地域は人々が立ち退き、死者の魂で溢れ返っている。僕の大事な植物も抜け殻のように枯れてしまった。今、珍しい昆虫を探しているところなんだ。アイボリーバグの一種さ。もし見つけたら、すぐに僕のところに持ってきて報酬を用意するよ。あ、この人にあげ、渡すとなんかくれるのかな？なるほど。お金になるのか。この下行けないよな、多分な。だね。じゃあ、下探索するか。そこだ。ここに何かあるんだな。ちょっと探していこう。ダメだ、わからない。なんかあるはずなんだけどな。おっと。どうする？上から来るな。まず、後方の安全を確保するか。HP 回復を残しておく手もあったかもしれないけど。
とりあえず右の方でいいのかな。そこは行き止まりなのか。あ、なんかあった。ホタル袋。あ、これ、あ、そうかそうか。回復アイテムが多く持ってるようになるんだ。全然こう活かしてないけどね。ボス戦で使えばいいんだろうけどさ。いや別に縛ってるつもりないんだけど。じゃあちょっとマップ確認。下に行けるか。まず下でも見るか。あ、そこ店か。うん。そしたらこれは、遠距離攻撃に毒属性は不要。え、いらなくないこれ。いらないんじゃないかな。でも一応、買っておくか。どっかで貯めて。毒属性が不要ね。あ、ここボスだった。おっと、ちょっと待って。待て待て待て。お、攻撃激しくなっているな。あ、くそ。そうで、下からも来るんだよ。さあ、では、やりますかね。微妙な操作要求されますね。あれ使いますか。これ汚れた少女を使ってみようか。結構消費するな。もう一回使う。タイミング早かったかな。よし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 。倒したぞ。とりあえず、え、何今の。あ、イベントだね。よかった。最後の攻撃でやられてまた最初からみたいなのかなと思ったら違った。あ、とりあえずアイテム使え、あ、猫になった。かわいい。猫モードかわいいです。射撃できない。セーブ完了。猫として生きるの悪くないんじゃないかな。みんながかわいがってくれてさ。悪くないよね。猫として生きるのもありだよな。あ、そうか、猫になれば、狭いところ入れるのか、そしてここに何かがあるのか。どこだろうな。どこかに何かがあるはずなんだよ。これだろ。よし、バッグ見つけた。はい、じゃあ上。あ、そこにもバッグが。よしよし。バグ集まってくるなぁ。いつでもこう猫に変身できるような。ねえ、そういうことができれば、かなりいろいろ探索できそうですね。とりあえず下に行けるみたいだ。通れるみたいですね。マップ確認する。下行けますね。どうするか。見たいか。猫でも快適に行動できるな。楽しいです。あ、でも、ここはでも何もなさそうだな。攻撃力も、まあ、射撃ができないぐらいか。あ。猫の水晶玉。あ、人から猫の姿を変えられる。いいね。あ、よしよし、変身できるようになったな。なるほど、なるほど。そこ右なんかあるんじゃん。いやーでもなんか開かないのか。下かな。あ、いや普通に通路があった。これはなんだ、誰だ。
あ、敵だ。角のしか帰れ。何者なんだあれ。よし、まあ、とりあえず戻ってきて、うん、この辺りまだ探索できますよね。その右の方とかか。あー、いや、特に何もないのかな、ここは。あ、特に何もないですね。ってことは、庭園はもう全部見たか。じゃあ、この機会に、入り口の方に戻りながら、ね、猫になってあちこち行けるようになったわけだからね、探索やってみますかね。あれ？なんだこの人。人がいる。はい。主の聖なる矛盾のもとで、過去の霊魂や闇に葬られた魂たちに祈りを捧げましょう。ああ、主よ、どうか、この哀れな妹の魂にお慈悲を、そして安らかなる眠りを。まあ、いいか。うん。猫さんになりました。猫には話しかけられないみたいだな。あ、名前あったんだね。しかし、何かイベントあるのかな？幽霊になってしまった。そうでしょう。いい返事とこ一応、投げさめといてやる。国境ねえ。なんかあるのかな？あ、ここ何かあるな。やっぱり。うん。あ、森に来たな。とりあえず、森探索やり直すか。あ、ここに来たんだ。なんかあるのかな？あ、ここ行けるじゃん。ちょっとマップのこの下か、何があるのか。猫快適。あ、それなんだ。ん？ん？いてついたシエール。あ、何か来たぞ。ここは？新しいところか。新しい敵。とりあえず上には行けそうか。いやー、ジャンプ足りないか。上はジャンプが足りないと見た。毒受けた。くそー。そういえばそういう敵だった。右行けるのか。相変わらず激しいんですかね。多い多い。よし、倒した。何があるんだろうな、ここ。あそこ、人間に戻らないと。ん？なんかあった。いや、待て。戻るの早い。あ、よし。祈りを捧げたとき、ワープ可能。やった。これ全部揃ったか。見つけたぞ、見つけた、見つけた。こっちまだ行ってないな。あ、そうか、ここか。ちょっと気になるな。ここは？あ、いけるね。あーっと、危ないな。いや、あ、HP があった。うん。はい。紋章全部揃ったはずだ。行ってみよう。よし、じゃあ行ってみるか。もうちょっとだけ収録しようかなーと。うん。あ、そこスイッチっぽくない？いや、そうではないか。
あ、そこ王立画廊って書いてある。話しかけてみる。うん、どうやって入った。大変でした。うん、気持ち悪いって言われた。まあいいか。お尻がいっぱいない。背景にお尻がいっぱいないですか。あ、 HP だ。よーし。あれ、なんかどっから見たことあるような。あ、弾撃ってくるのか。なんかこう進んじゃうな。やっちゃうよな。ここ何かあるのか。向こう側こう回り込めますね、ここ。特に。あ、なんか喋っている。うん、南から来られた方でしょうか。そうなのかな。雰囲気は違う。うん、民家だね、ここね。なんか平和そうだ。やっぱなんかあった。絵塗りたくられている。クソが塗りたくられている。ん、オルゴール的な。それは、あ、叩けるやつか。あ、そこ何かあるな。乗れたりして。いや、乗れないか。ああいうなんか光ってるところが他にもいくつかありますよね。すごいお金が。でもそれ倒さないといけないよな。ああいうやつね。あちこちの他にもあるはずなんだよな。あ、やった、 HP だった。あ、なんかいろいろあるね。クイックアローとか。あ、矢の速度大きく上げる。すごい。身を守る黒魔術を放す。これはいいのばっかじゃん。小さな心、パッシブ、攻撃に炎付与。これはいいですね。うん。じゃあ、今回はここで終わりにしようかな。で、お金貯めてから始めようかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。